皆さんこんにちは、ゆたまみやです。昨日は動画をね、あげたかったんですけど、あげれなくてですね、ちょっといろいろトラブルがありまして、あっさりと毎日更新できなくなっちゃったんですけどまあそういう日もあるかなと思って、でも毎日更新続けているよ風でいきたいので、昨日更新できなかった分をいつか2月中に1日2本更新して取り戻そうと思っています。そんな感じで、もし、しかも昨日配信の後に YouTube 更新するから見てくださいとかって言ってて、まだですかみたいなまだですかって連絡くださった方もいて、すいません、待ってくださる方がいたのにもかかわらずですね、更新できずすいませんでした。また今日からは毎日更新みたいなことをね、していきたいと思います。それで今日はリクエストをいただいていた N さんと S さんの誰か分からへんよね、 N さんと S さんの相性とか今後についての鑑定をしていきたいと思います。よろしくお願いします。今日手相の本を敷いてないから画面めちゃくちゃ近いんですけど、大丈夫かなこれね。え、犬さんでやってんのかな。これ相性を見るときっていうのはやっぱりこう見つめ合う二人にしたいんですよね。やっぱりいい感じ、いい感じめちゃくちゃいい。あ、ちょっと頭が変な感じだった。いい、いいよ、いい感じ。 N 丸さん、明るさが必要ですって出れるんですけど、大丈夫？サキさんなんかザキさんなのか分からんねんけど、リナさん、こうやって見たらサリナさんみたいになるよね違いますけどね、サリナさんみたい。苗字と S が苗字でリナさんが下の名前、こんな感じでやってたかな。相性か、これ思うんですけどね、新婚さんなのに相性悪いですよとかって言ったら気悪くないですか。
違った。できました。こんな感じになっております。相性はいいですね。悪くない、はい、悪くはない、うん。ただ波長のズレがあって、波長がお二人違うんですよね。なんかね、この女性の方の波長がこんな感じな波長なんですけど、男性の方は同じ色で書いて見えんな。これ黒しか持ってないんですけどどうしようかな。まあ、いいか。男性の方はなんか伝わりにくい、なんかね、女性の方が鋭くって男性の方が柔らかい感じ。この波長映ってなかった。波長の種類も違ければ、この感覚も違ければ、全然違う。波長が全然違うので。お互いの歩み寄りがすごく必要な相性となっております。はい、相性が合うとかになると、この鋭さが一緒だったり、この感覚が一緒だったり、こうこの感覚が一緒だったりとか、なんかこう重なってるところがあったりとかするんですけど、そこが全くあんまりないかな。うん、あんまりない感じですね。でもこの方は割とね、誰とでもうまくお付き合いしていけるような方で、臨機応変になんか柔軟な感じ。はい。でですね、お二人を見て思ったことが、彼はすごくもう鼻の下伸ばしてデレデレ、結婚できたっていうのもそうだし、素敵な方と結婚できたんだなっていう嬉しさがあって、女性もすごく嬉しそうではあったんですけど、まあ、冷静に、とても冷静に未来を見ているなっていう感じでしたね。男性はすごい、もう、わーいって、女性もわーいってなってるけど、しっかりもう未来見てるって感じですね。頭の良さとかを感じますね。頭の回転が速かったり、行動力がある方なので、目指す未来にしっかりと、向かって進んでいくんだなって感じました。なので、そのちょっと置いていかれる男性の方が置いていかれるかもみたいなのがあって、ぐん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 女性がね進んでいくので、この女性っていうのはね、あさっての方向をずっと向いてるので、どんどん進んでいくんですよ。日々成長していく感じ、向上心も強いし、どんどん進んでいくんですけど、彼はそれについていくことができず置いていかれるかもという感じでしたね。はい。でですね、この女性とてもモテるので、誘惑っていうのがね出てまして、ちょっとちょっとね、まあ、出てたのはすごいお金持ってる人脈もあるような人からの誘惑とは出てましたけど、そういう人との出会いがあって、その時に旦那さんとうまくいってないとかになったら、こっち側に引っ張られちゃう可能性があるので、気をつけないといけないかなって、誘惑に気をつけていただけたらなと思います。子供はもう出てたからすぐできるんかなって思いましたけど、数字が2025と2027で出てましたね。まあ、これも絶対できますとかじゃなくて、授かりやすい感じになってるのかなと思います。全体的にね、もうこれは誰にでも言えるんですけど、歩み寄りが必要な相性だなって感じました。はい、こんな感じになっております。まあ誰にでも歩み寄りっていうのは必要ですからね。でもまあとても
幸せそうでよかったです。相性を見た時の締めくくり方がよくわからないけど、まあこんな感じになっております。ガチャ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 。またリクエストありましたらぜひコメント欄によろしくお願いします。では本日の配信は以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。また明日、バイバーイ。